今日は何かしら。なんだか私嬉しくてよ、心が弾んでますの。あら素敵ね、私とても嬉しいわ。ありがとう。そうだわ、できれば家に寄ってくださらないかしら。せっかくですもの。よかった、行きましょう。どうぞお上がりになって。あのプレゼント開けてみてもいいかしら。センスのいいプレゼントをくださってとても嬉しくってよ。トキシーノ、ごめん、本当にごめん。どうにもならない用事が入ってさ、いつかこの埋め合わせはさせてもらうから。いいよ、乗ろっか。海水浴か。私は海に入るのって苦手なんだけど、まあいいか。やめとこう。なんだか嫌な雰囲気なんだね。それに今日は日も悪いからさ。あ、おい、させるんじゃないよ。大丈夫か君、溺れてたんだよ。感謝してあげなよ。彼女が手当てしなかったら君助からなかったんだからな。バカ、そんなこと聞くんじゃないよ。お前があんな無茶するから。まったく、いいよ、もう無事だったし。いいって言ってるだろ。とにかく帰るよ。ニコモリ君、ごめんなさい、待たせるつもりなんてなかったのに。
がとう。そろそろ電車が来る時間よ。ええ。ええ、海に来るのは本当に久しぶりだわ。さあ、行きましょうか。ええ。もう、私だけ置いてさっさと上がっちゃうんだもの。急にどうしたの？あ、そうだったの。ありがとう。じゃあ、アイスティーをお願いするわ。ねえ、ニコモリ君、もう帰っちゃう？私、もう少しここにいたいな。ありがとう。浜には私たち二人きり。ちょっとできすぎよね。だとしたら最高に素敵なプレゼントね。ねえ、ニコモリ君、喉乾かない？ええ、そうね。おしゃれなお店ね。私、こういう雰囲気すごく好きだわ。ええ。私、このお店すごく好きなの。景色が素敵だし、雰囲気も落ち着くし、それに、ごめんなさい、何でもないわ。気が進まないわ。そうなの。あ、面白そうな話ね。もっと聞かせて。もう少しここにいたいけど、そろそろ帰らなくちゃ。今日は一日どうもありがとう。とても楽しかったわ。ねえ、一緒に帰りましょう。
手伝ってOKさ。ああ、待ってるよ。楽しみだな。トキシン。今、あなたが来るって予感がしてたんです。私たち、何か通じ合うものがあるんですね。え、あの、なんでもないです。はい、母が仕立ててくれたものなんです。あの、どうでしょうか。そうですか。そんな風に言われたことがないので、なんだか照れてしまいますね。そうですか。では、早速参りましょう。ええ、よかったですね。そろそろ始まるみたいですよ。毎年この花火大会が来ると夏も終わりだなと思うんです。そう思うと、夜空にパッと華やかに咲いては消える花火もちょっと寂しげに見えてきませんか。ええ、まるで夏の終わりを惜しむように華やかに散って、あとは静けさが残るだけ。でも、だからこそこんなにも美しく、人々の心に残るのでしょうね。やあ、トキシーノ。今日は一人なのかい？セリカ。なんだ、エミと一緒だったのか。悪かったな、二人も邪魔しちゃって。セリカ、私、ごめんなさい。気にすんなって。それじゃあ、私は失礼するよ。私、セリカを傷つけてしまったかもしれません。でも、どう謝ればいいのでしょうか。